もしあなたが今家族の介護や障害の課題を抱えていたなら、もしあなたが今家族の財産や権利の課題を抱えていたなら、長い人生、山があれば谷もあります。解決の糸口が見えない、人に言えない、そんな時一人で悩まないでください。あなたの町ではそんな人を支える取り組みが行われています。それが福祉。字の意味をひも解くと、共に幸いですが、福には幸せを与えるの意味もあります。福祉とは単なる幸せを超え、人が支え合う幸いも示しているのです。そして江戸川区のまちづくりの理念は教育と共同。その考えは福祉とよくなじみ、区内では共に支え合い助け合う幸いの輪が広がっています。そんな私たちの町の福祉が今注目を集めています。教育協働の理念を生かした江戸川区らしい福祉について区福祉部の岡村部長に聞きました。江戸川区 の福祉というのはですね、地域の資源があります。地域で皆さん活躍されている方がたくさんいらっしゃいます。それぞれの立場でですね、でそういった方々と一緒にですね、教育協働の、町づくりとも言いますけれども、福祉もですね、同じようにですね、教育協働で地域の皆さんと一緒にこう取り組んでいくというふうな考え方で進めています。例えば社会福祉協議会と、行政の役割でいけばですね、行政ではなかなか手の届かないところですよね。社会福祉協議会は社会福祉法人ですので、民間ですから、民間であるがゆえに一つの窓口でいろんなことを解決していくことができる、また必要なところにつないでいくことができるという意味では、大変こう動きやすいものなのかなと思いますので、そういう意味ではこう役割を行政と社会福祉協議会は分担しながら、もちろんその中ではやり取りしながらですね、こういうふうにやった方がいいよとかっていうのをやり取りしながら進めていくことになるかなと思います。今和みの家っていうのをやってますけど、これが特徴的なのかなと思います。例えばその江戸川区で福祉であれば、なかなか商店連合会の方とつながりを持つっていうのはなかなかないんですが、和みの家ですと、すぐ隣に商店があってですね、その商店街に加盟して一緒になってこう地域の中で動いていくことができるっていうような、こう動きやすさっていうのが社会福祉協議会あるんだと思います。ですのでそういった意味では行政は和みの家をこう支える側に回ってですね、和みの家は地域に出て行ってですね、地域の皆さんと一緒になってこう地域の課題をですね解決していくことができるのかなと思います。社会福祉協議会は全国の都道府県や市区町村に設置されている社会福祉法人、つまり民間の団体です。一方で地域福祉の中核としての役割が法に定められており、行政と民間の両面の性格を備えています。江戸川区の社会福祉協議会では、車椅子や車椅子に対応した車の貸し出しなど、熟年者や障害者のための取り組み、資金の貸し付けを通して生活の安定や経済的自立などを支える取り組み、あるいは熟年者の憩いの場、くつろぎの家の運営、他ではなかなか見られない規模を誇る障害学習の場、くすのきカルチャー教室の開催などなど、その活動は多岐にわたります。また時代に合わせた新たな取り組みも行われています。その一つが安心生活センターです。こちらの女性は離れて住む母親のことで相談に訪れました。実はで
ですね、はい、先日私も久しぶりに母のところに行ったんですけども、はい、母がなんか高い馬布団をなんか購入してそこに請求書。先日様子を見に行ってみると真新しい羽布団があり、母親は親切な方が勧めてくれたと言いますが、傍らには30万円を超える契約書があったとのこと。80歳を過ぎた母親のお金の管理に不安を感じ、何とか守ってあげたい、女性はそんな思いでこちらを訪ねたのでした。今回買ってしまった、はいはい、お母様が買ってしまったものに関しては、はい、ちょっと消費者センターの方で相談できるかもしれないので、はい、そちらに聞いてみて。相談員はまず羽布団をクーリングオフするためのアドバイスをしました。そしてこうした場合、安心生活センターでは段階的なサポートを行っています。生活上の判断や手続きに不安のある熟年者の方や障害のある方向けに提供しているのが安心生活サポート事業です。社会福祉協議会に登録された生活サポーターが福祉サービスの手続きや支払いなどの支援をします。あとは今後、はい、こういうことが起きないためにじゃあどうしたらいいのかっていうところはやっぱり考えていかないと、はい、いけないので、そうですね、しかし母親の判断力は預貯金や生活費の管理などもう一歩踏み込んだサポートが必要な段階のようです。安心生活センターでは次のステップとなる成年後見制度の利用アドバイスも行っています。判断能力が低下しているということで、お医者様の診断がつけば、はい、ご本人に代わって財産の管理をしたり、はい、何か契約をしたり、あとはもしくはお母様のように何か高級なものを買ってしまった時にそれを取り消したりっていう、はい、ことができる制度になります。成年後見制度にはすでに本人の判断が困難な時、家庭裁判所が後見人を選定する法定後見制度、そしてご自身の判断が難しくなる前にあらかじめ後見人を公正証書で定めておく任意後見制度の2つのタイプがあります。何か困ったことがあったり何か具体的な相談があるときにはまずどこか身近な熟年相談室もしくはこちらに直接来ていただいて具体的にお話を聞くことでこの制度に結びつくっていうことが あると思いますので早く相談に来ていただいた方がいいかなと思います。こちらの女性は相談を通して任意後見制度の活用を考えることにしました。こうした成年後見制度についてより多くの人に知ってもらおうとセミナーや講演会なども開催されています。一人暮らしをされてこの日はお笑い芸人の司会進行で制度の実際を楽しく学んでいただきました。ご夫婦はそれをすごく心配されてはるんですよ。一方、社会福祉協議会は支える側の生活サポーターや区民後見人の養成も行っています。区民後見人の岩月さんです。お世話をしている方が施設に入る前から生活サポーターとしてお付き合いを始め区民後見人となった今は補佐の立場で暮らしを支えています。今日は倉庫に預けてある絵を持ってきてほしいとの依頼を受けやってきました。助かってますよ、そりゃ税務だってお願いしちゃってるわけですから。いや、包容力のある割とはパキパキ言う人なんです。だったら気が楽に私もなんか相談言えるかなと思ってありがたいなと思いました。岩月さんをこの活動に向かわせたのはこんな思いでした。私自身両親はもう看取ってもいないんですけれどもその時に江戸川区のねまだこの皆保険の前に見ていただいた時にとても助かった思いがありますのでその時にじゃあ今度私が
ね、みんなのこと面倒見てあげるねっていうことを軽く話してたんですけれども、それを売ることがよみがえりまして、まあ、財産管理とあとそれからご不便なく生活ができることのお仕事なので、一番大事なところはまあね、いろいろありますけれども、やっぱり本人の意思決定、本人がどうしたいか、あそうそう、あそうだね、分かったっていうところでうまく合致して握手ってなるんですよね。その時の笑顔がいいでしょう。今日も素敵だったでしょ。あの笑顔が私の宝です。人生100年時代とも言われる長寿社会で、熟年者の権利を守る大切な支え合いの姿がここにはありました。さらに多くの方が参加し支え合う江戸川区ならではの福祉の輪も広がっています。ここは獅子骨にある和みの家。和みの家は社会福祉協議会が区の補助を受け運営する気軽に立ち寄れる交流や助け合いの場、コミュニティソーシャルワーカーや保健師などの専門家に何でも相談できる場、そして地域を挙げて課題解決に取り組む体制づくり、これらを地域のすべての方を対象に行う共生社会づくりの拠点で、全国でも注目の取り組みです。そしてこの方は父親の介護のことで相談に訪れたのでした。ちょっと父のことなんですけれども、はい、昨年に母を亡くしまして、それからちょっとなんか引きこもり状態みたいになってしまって、はい、この間久々にちょっと2人で歩いてみたんですね。外、はい、ちょっと足腰の方がなんかもう弱りきっちゃってるっていうか、例えばとっかかりの一つとして、あの和みの家でも、運動だったり、輪投げだったり、男性の方も参加されているので、そういったところに参加、まずは参加するっていうところから始めていただいて、なかなかね、全部が解決するわけじゃないので、それを含めてこうつなげていったり、必ずその方にきちんとこう自分のこう問題としているものが少しでも解決できるような方向にはつなげていける場所だと思います。いろんな関係機関とやっぱりきちんと話し合える場を持ちながら、やっぱり地域をやっぱりそういう支える社会にこう仕組みとして作っていかなきゃいけない場所かなと思っております。今日も和みの家にはいろいろな方が訪れます。相談事はさておき、気心知れたスタッフや町のお仲間と顔を合わせ和やかなひとときを過ごす、そんな方も大勢います。そのくつろぎの時間はボランティアの方のプロデュースということもしばしばです。とっても楽しい、お友達もできるし、かえって私が教えられる場面もあるかもしれないです。皆さんも先輩ですから。また全ての世代が対象という点も和みの家の特徴です。子どもたちが日常的に遊びに立ち寄り、賑やかな雰囲気となるほか、NPO やボランティアによる学習支援も行われています。近年注目を集める子ども食堂も定期的に開催されており、貴重な世代間交流の場ともなっています。ボランティアの皆さんが作ってくれたバランスのいい美味しい食事はありがたいと思っております。また来月以降も利用させていただきたいと思います。家ではなかなか食べられないとか、そんなものをね、ここで提供できたらいいなと思ってます。はい。そして和みの家の活動はその施設にとどまりません。地域と連携し、町全体の課題対応力を高め、共生社会を目指すことが使命です。一方で地域にはもともと課題対応力が備わっています。獅子骨三丁目町会の会長、石崎さんです。以前から地域の熟年相談室と連携し、熟年者世帯の見守りに
取り組んできたといいます。高齢化所帯、高齢者だけの所帯、また死ぬ間は一人住まい状態というところが増えてますので、やっぱり地域でねできる見守りというのも町会の活動として、必要ではないかということで、それを進めていくというようなことでやってます。まず一番大事なのはですね、やっぱり近所力といいますかね、近所の情報力というので、それやっぱりコミュニケーションが良くないといけませんで、それがまず大事ですよね。でそれから、身近な点でいけば町会からの回覧板でお渡しして戻ってくるか、見てくれてるかということでお互いに、見守りできてると。和みの位置づけは認知を防止するということで、年寄りから子供までねの相談所と何でもいいから相談してくださいというふうに話したら、早速出ていく人がね いましたから、やっぱそれもね、なんか人が集まったら情報がどんどん広がっていくということでいいんじゃないかと思います。そしてこちらは民生児童委員の矢部崎さんです。長く地域の声に耳を傾け課題解決に取り組んできました。どうですか？矢部崎さんが今一番懸念しているのは災害時のことだそうです。いろんな災害が起きているので、その時に一人暮らしをしている高齢の方、熟年者の方をどういうふうな、どういうふうに見守って安全なところへ避難させるかとか、どういうふうなシステム作りをしなくてはならないかっていうのをが課題だと思ってますので、町会の方とか周りの方とこれから検討していければなと思っています。和みの家の使命は共生社会づくりを進めること。地域の課題に向き合う皆さんが幅広く思いや活動を共有し、共同が進めば共生社会が一歩も二歩も近づきます。そのために和みの家は地域支援会議を開催しています。町会、自治会、民生児童委員、医師会、福祉団体、警察や消防、そしてボランティア、石崎会長と矢部崎さんももちろんメンバーです。それぞれの経験、そして知見を生かして意見を交わします。それぞれが努力して高齢者、一人暮らしの人にアプローチする、お互いが徹底するということが取りこぼしをなくす最大のポイントなのかなと。町会長さんもそうだけど、相談室とかそういう方の意見というのは普段なかなか聞けないですし、で皆さんが本当に真剣に向かわれてるんだなっていうのはすごく感じました。その輪を広げていけばね、住人がみんな安心できるんじゃないかなと思います。支え合い、助け合う江戸川区の福祉、そこには地域の多くの方々の情熱と真心があふれています。そしてそれこそがこの町を未来に導く原動力です。地域共生社会っていうのはやはりそれぞれが支え合うことなんだろうなと思ってます。障害をお持ちの方が一方的にこう支えられる側ではないし、熟年者の方もそうです。で何か困っている方がいればそれを助けてあげるっていうことはどなたでもできるわけですから、その支え合う、困っている人を誰かが支え合う、誰かが助けていく、それが共生社会づくりになっていくのかなと思います。その結果こういろんな方がですね、地域で暮らしていくことができますし、地域の中もそれぞれ皆さんがこう生きがいを持ってですね活躍していくことができるのかなというふうに思います。誰もがいつかは支えられる側に、だからこそいつまでも住み慣れた街で過ごせるようにしたいものです。それを実現する鍵は支え合うことの幸いに気づくこと、思いやりの心が育む福祉の街づくりに
皆さんも参加してみませんか。4月に9カ所目のなごみの家が一之江地区にオープンする予定です。ぜひお立ち寄りください。今回ご紹介した内容についてのお問い合わせは、安心生活センターお近くのなごみの家、または社会福祉協議会へどうぞ。